ありがとうございます。時間は午前0時を回りました。石谷を切ってのジャズシンガー、プロジャズシンガー坂田恵子は今そこの眠ってると思われるんでございます けれども、坂田恵子襲いたいと思います、なんせね、坂田家の満州がどうのこうのと今やってきましたけれども、うさんくさいという話をよく言われるので、2ヶ月間と4週間風呂に入ってないだろう、リアルな坂田恵子の満州をお届けしたいと思います。行きましょう。満州満州全部こぼれ満州。今日はね、ここの、ビルのオーナーさんの、とある人と一緒に行ってるので満州、これは絶対に言葉に出したりうさんってくださいね。はい、はい、マンシュ、本当に、お前はのマンシュは嘘だろうということなんで、本当に。いいですか。このマンションのスペアキーを置いてる場所があるんです。何かあった時のためにこっちなんですけど。絶対かい。この今絶対言わんとってくださいね。聞こえてます。ゼロゼロで、あくんは絶対も内緒で、これ坂田恵子のマンション、魔法の鍵、今ね、坂田恵子のマンションの鍵を手に入れる、ことができました。酔っ払ってますけど、いや、ちゃうな、坂田恵子は、本当に満州嘘だということはあったんですよ。Let's go。オーナーさん、坂田恵子のマンションはどうなんですか。了解です。この回数は絶対うつさんとってくださいね。坂田恵子のマンション4回です。4回ですよ。Let's go。 本当に、風呂入ってるのか入ってないのかって全部わかるんで、部屋番号は405なんですけど、絶対長さん取ってくださいよ。エレベーター降りて左の奥っていうのを絶対言うたらいかんですよ。絶対言うたらいかんですね。絶対言うたらいかん。本当に満州がするのか。秘密やね。絶対言うたら。秘密。うなちゃんも。男とおるよ。お前わしの動画、あんたこれ見てみ。
あ、もむもええからお前チンピロ選べんやん。お前チンピロ選べんやん、発信しとる、これ動画見とったやん。いいっす、いいっすか。今週のマンチュエラちゃん大好きやね。アドリブすごいな。マンチュー、こんなマンチュー、お前かけるか。この状態でアドリブできるんやろ。お前マネージャー、いやいや、マネージャーしれっとええ加減せよ、お前。お前お前ら、お前いやケンちゃん飲むで、今日飲むで、飲むよ。これ見てみ、これ何流れとる。ほらジャズ、なすごない。うちは細川が大阪ベーブルース、シラフですか、シラフですか。わしのマンコは洗ってないけど、なんでこんなアドリブしたかね。おみちゃん言うて、細さ、さかさん、とりあえず禁止迷惑なんで、ちょっと静かにしよう、静かに飲むやつ。これ私の自分、ね、いや自分、めっちゃよかったよ、うん、そこわし自分出すだから、今自分の細さがどこ行ったんや、うん、もうこれずっと自分いや、いいね。自分の昨日すいませんわ、昨日すいませんわ。なんでトイレ行っとんねん、あっちにしちゃって。タオル、ちょっと足元悪いね。タオル。ええ加減。気持ち悪い。ティッシュで拭くで、タオルとさんが太郎。全部ティッシュで拭くで。ちょっと待って。これ下箱なくなるで。謝るだけ。あんたらほんま乱入してきたやん。いや、はい、いきなりね。行くとこなくなったんですよ。いや、なんか。あんたマネージャー声になってますね。カメラ持って。カメラで声です。もうええ加減せよ、ほんで。なんで。細川さんなんで、いつもこう乱入するとき。このトイレ入るやろ。いや、だって足汚れとるの気持ち悪いもん。ちょっと今もう手が先に入れんねん。いい匂いすると思ったんですよ。そやろ、もう。なになに、あてはかかってるから。タオル、やることやっとんねん。タオル打って、タオル打って。酒はあるから大丈夫。タオル、タオル。ちょっと。マネ、マネージャー。ん？いや、今回ね。昨日ごめんなさいわ。いや、そうだよ。あんた、浦さん。昨日ね。逆進、ちょっと待って。逆進眼の坂田恵子の部屋に乱入、光栄です、ありがとうございます。これ大炎上。いやいやいや、なんでこんなやつなんかあんの。そうよ、めっちゃ全然気づいてないのに、全く気づいてない。携帯見ながら、いや自分の歌聞いとったやん。何を聞いてんのかな、気づかないんですもんなんですか、ガチャっていうの。全然言おうとるから。だから自分に言おうとるから、一緒感があんなと。あ、でもそこにビールあるほどで。ビールも。いや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 。じゃあ、ほん。そこで下でキャーキャー言ってたんで、バレるかなとか思って。全然。窓開いてます。自分の、あの動画に陶酔しとったから。てか、今2月やで、エアコンもつけるの、こじきちゃう。な、そっちの姿の方がこじきや。うっすしたってや。それが古事記。現場行っとったんやい。現場行っとったんやい。そう、横、亀爺が寝とるから。あ、亀爺ってな。亀爺ってな。亀爺ってなんやねん。あ、お隣さん、お隣さん。横引っ越ししてくれてる。私のファンが引っ越してくれてる。突撃隣の冷蔵庫ホーム。あ、イェーイ、冷蔵庫チェーン、冷蔵庫チェーン、イェーイ、マルゲリータ。マルゲリータ、ブラシネジ。めっちゃあるの、これ、バタヤが買ってきたやつや。あ、でも、姉さんいっぱいある。めっちゃあんねん、だから今も。めっちゃあるよ。毛羽元と、他に買おうって。今週、そうまでよ。今週のマンションでございますけど、今週は本当すみません、マンションを書く余裕がありませんでした。本当に、あの、坂田恵子の家に突入しただけで、マンションはね、どんな匂いしたのかって、書けません。だから今日も覚えてたでしょ、昨日の、本当に世界チャンピオン、うん、あなたの、あの、西成 R にマネージャーと来ていただいたんですよ。もう、あなたも世界チャンピオンの限りもなかったです。ちょっと、柔らかすぎて鬼になる。そうだ、あの、締めしましょうか。締めしましょう。エラさん、すいません、これ、見ようと思う。あれっすか。で、チーズかー。坂田恵子のマンションの匂い。こんなにおしたんですよ。はい、ありがとうございます。これか、チーズやったね。この後この抵抗あるやん。あのチーズはすごいもういい感じの匂いなんで、今日はありがとうございます。どうで、じゃあな。